日本の選手もねこの6組の中に入っているといいですが、はい、やはりイギリスが入ってますね。優勝候補の一人ですこれは、はい、非常にしっかりした踊りを踊る選手です。今これは決勝に残った選手を一組ずつ紹介しているので、これは審査の対象にはなっておりません。あ、そうですか。これは選手の紹介だけです。はい、でもこうやって一組ずつゆっくり見られるのはこの時しかないわけですね。そうですね、日本ではあるんですよ、日本では日本インターナショナルダンス選手権大会っていうのがございまして、そこの決勝では一組ずつが一種目を踊る種目がございますけどね、これは世界選手権ですから、これは国際的にそのルールが決まっておりますので、